馬見丘陵公園にやってきました。27日からね、馬見ひまわりフェアが始まる、ウィークやから始まりますんでね、今どんな進捗状況かね、ちょっと見ていきましょうかね。公園館の方からね、ちょっと見てみましょう。ずいぶん木が大きくなりましたね。はい、ここからがね、公園館見えますね。公園館ちょっと逆光かな。ここでというか、ひまわりはまだでございますね。今まだ作業されてるね。27日やからね、あと10日ほどでね、開催されるんですよね。作業中でございます。ああ、まあ小さいな。全くね、まだね、ひまわりは咲いておりませんね。ここにずーっとひまわりがね、一面に咲くんですよ。今回でね、5回目いうことですね。もうちょっとね、ひまわりちょっとこれ咲いとるかと思ってね、ちょっと期待してきたんですけどね。ちょっと残念でしたね。そうしましたらね、どっち行こう。そしたら池の方にちょっと行ってみましょうか。池の方ね、ちょっと逆行かな。やったかな、桜が咲く、桜の時がちょろっと来て、次がチューリップフェアの時がね、何回かね、2回ぐらい来たんかな。そんなこんなでね、なかなか来る機会がね、近頃ないんですけどね。